他にも質問あいいんですか、はい、じゃあどうぞどうぞ、あんこさん、あんこさん行きます、はい、あの有村さんって、はい、あのあやめてじゃ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 そういうじゃない失礼ですからね、詰まっちゃったんだよ言葉が、ごめんなさい、もうねアリコンでいいですよ、アリコンさんで、アリコンさんで、はい、アリコンさんって、はい、あのよく B 級映画も見られてるので、はいはいはい、これおすすめの B 級映画があったら教えてもらいたいなっていうのがあるんですけど、なるほどなるほど、はい、おすすめの B 級映画ですね、はい、ちょっとこう入門編じゃないけどね、こんなところなんか何が入ってるの、え、何あれちょっと待ってくださいよ、なんだこれ、いやまあ蔦屋とか、はい、いろんなとこ行くと、はい、あれ、まあ、この、はい、ダヴィンチコードっていう、はい、これはメジャーな、はいはい、トム・ハンクス、そうですね、有名ありますもんね、大ヒットしましたよ、これがブワーッと並ぶわけじゃないですか、はい、ところがよく見ると一番右端に、はい、ダヴィンチプロジェクトがあれ、なんだ、あれ、似てるぞ、新作出たのかなと思って、うん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 、借りてみたんですよ、はい、全く違うおかしいですね、あれトム・ハンクス出てなかったですか、出てなかったですね、ええ、そしたらよく見たらその右端に、はい、ベネチア公園いやなんかあれあれと思ってほらこれはね、あの絵画の鑑定士の話だったんですよで、あの絵画の鑑定士が贋作を見抜くっていう話で、結構面白かったんですよ、見抜くみたいな、でただもうね、女の子が大好きで、はい、女の子もすぐ鑑定したんですよ、まあ、そんな話もあるわけですよ、 B 級あるあるっぽい、ね、やっぱ B 級映画っぽいよね、はいはいはい、そしたらまたその一本隣にね、あれっつって俺もうなんか幻見てんじゃないかと思って、はい、スッて手に取ったんですよ、はい、そしたらこちらダヴィンチトレジャーむちゃくちゃあるよ、完璧一緒ですねこれね、うん、これはねインディ・ジョーンズみたいな話ですあれなんかトレジャーだからトレジャーでもうないかなと思って、はい、もうないでしょ、もうないと右足に一本あったんですよ、ええー、なんだなんだと思ってスーッと手に取ってみたら、あれダヴィンチコードツアーっていうね、もうえっ、ー、すごいですよ、これ本家ね、よりモナリザになりましたもん、はいはいはい、引きの絵になった、一緒だよもう、うん、これねルーブル美術館の解説ビデオでしたもうさすがに、もうないでしょ、こんなルーブル美術館のビデオ見せられるやったらもうないだろうと、はいはい、あったんですよ、もうですよ、いやもうないですよ、ダヴィンチコード・ザ・トゥルース、こっちが本当だ、もう真実ですよ、真実になっちゃった、これはですね、ドキュメンタリーでしたもうさすがに、もうさすがにもう超出ましたよ、もうだってだいぶ出てますよ、これもうないよ、みんなの持ってもうほらで、1本、2本、3本、4本で、5本じゃないですか、はい、これ本家じゃないですか、本家です、どれが何だかもう分かんなくなっちゃいますよね、分かんない、あったんですよ、それが決定版ですよ、ダヴィンチコードの秘密、これ見たらですね、うん、レオナルド・ダ・ヴィンチのドキュメンタリーでしたねというのがまああって、うん、もうないからってあったら最後次いきます、もうだん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 あるんだ、来ましたね、見てください、このレオナルド消すとダ・ヴィンチコードです本当だ、レオナルド・ダ・ヴィンチコードですよ、これついに悪びれてないですよ、悪びれてない、もう堂々とやっちゃおう、やっちゃってるよ、こんなにいっぱいあるからいいや、そう、そろそろもう怒られないだろう、うん、で、うん、まあ最終的にですよ、もうあの次でいよいよラストですけど、はい、ラストがアリコン一番おすすめの、あここでいい、これは好きやがったんですよ、やっぱね、ダヴィンチのこれを見ずして何を見る、うん、こちらダヴィンチを今度は戦争だエイリアン2じゃないですか、これはヒトラーがダヴィンチが隠した聖杯っていうのがあるんだけど、はい、それを第二次世界大戦の時に探すって話なんですね、でそれを阻止する連合国軍がいると、はい、戦争ものなんですよ、おー、はい、ところが出てくる人数が戦争をしてるシーン5人でしたね、いやいやすごいんですよ、いいですね、最高で、途中ちょっとゾンビみたいないろいろ出てきたりとか、ね、途中からゾンビ映画にかかります、あんこさん好みじゃないですか、あんこさん大好きじゃん、もう有村さん最高みたいです、いいですよね、でもね、なんちゃっての魅力ってすごくあるんですよ、やっぱりなんちゃって映画ってもちろんトム・ハンクス出てこないんですよ、はい、でもなんかこう愛がありますよね、あーありますね、なんか映画愛を感じますよね、予算がないからさ、うん、結局5人なんですよ、結局、うん、でも、うん、俺には見えるよ、5万人に見えるよって思ってこっち側も見えるんですよね、そうなんです、そうなんです、ということで、まあ、ちょっと僕がおすすめする B 級映画、まあ、こういったですね、なんちゃって映画というなるほど、すごい回答でよろしいですかね、ですけど、こんなあるって思わなかったね、あ、そうなんです、初めて知った、うちにはこれが2000枚あります
で、なんか仕込んできてくれてるじゃないですか。いやいや、たまたまあったんですよ。いやなんかなかったですよ。来年のアルバム出るのかと思っちゃうんですよ。たまたまありましたね。フリップ芸ですよ。